そして信州プレミアム牛は脂の乗った高級サーロインをスモークするようにおよそ30分じっくりと熱を通して外はカリカリ、中はジューシーに仕上げます。おいしいやっぱよかった よかったね、よかったね、中玄豚で。家族は味は語りたくない、おいしいの歯応えが優しい、とにかくすごい美味しいから食べてください。油が多めのところで食べたんですけど、全然嫌な感じで、さっぱりした美味しい油、一番の楽しみだったお肉が家族のおいしい、カズ君。おいしい。信州の大地を踏んだような引き締まったお肉でした。ほらね。すげえ出てきた。わあ。アクティビティやろうって言ってたじゃないですか。さっきまで。あれですよ、風まで。ねえ。ジャム作り。ジャム作り。見ますか。作らせてくれるんですかね。怖い、極め雨っていうのはちょっと恐ろしいもんです、あーもうダメだ、撤収解散、もうダメです。なんで来たんだろう、突然の雨に見舞われてしまったため、3人はジャム作り体験ができるジャム工場へ行くことに。しっかりした綺麗な、サワヤジャムファクトリー。こちらの工場では1日に最大およそ9000本のジャムを製造。季節ごとに異なるジャムが生産され、今の時期はブルーベリージャムがピークを迎えています。もうすぐできちゃいますね。ここでまずはブルーベリーを測ります。 320g です。はい、測ります。白っぽいんですけれど、洗っていくと黒くなっていきますね。そうしましたら鍋に入れて、この時グラニュー糖も一緒に入れます、はあ、全部 85g。 そして火をつけて、あとはお玉でぐるぐるかき混ぜる、はい、それだけですね。すごい。これでジャムなんすか。これ味が変わるってことありますか、そのやり方によって。変わります。ああそれがいい。金子さんに誰が一番うまいか決めてもらいましょうよ。いいですよ。ほら混ぜろってことなんですよ。あまり油の手出さないプロですから、オリジナルがなくなっちゃうもん、ね、まあまあ確かにそうですけど、プロがもうちょっと混ぜた方がいいっつってんですよ。味見してもらいましょうかね、この状態の。あの比べてください、マジで。じゃあ何かじゃあ2位から。いちいち、そうですね、いちいちちゃんとやりましょう。じゃあ2位を発表してください。それではお願いします。おお、翔ちゃん、ショック1位じゃないですか。2位。2位なんだ。じゃあ1位は、嘘だね。何ですか。なんで。嘘だね。これは普通にショックですね。大人だからね、引きずらないで仲良く行こう。この後大人の女いるな。この後も家族で行きたい夏の軽井沢が続々登場。暴れる君じゃないわ。ジャムが出来上がるまで近くで遊べる場所を探しましょう。塩沢湖はどうですか。いいですよ。はい、カリサタリアさんでございます。あ、すいません、今本を見たらすごい魅力的なところがあるななんて思ってて、あのそこにちょっと行きたいんですけども、上げてね、撮影とかって、ええ、
あのすることって可能ですか。こちらもあんまり変なとこ行きたくないんで、すごく言わなくていいよ、ね、すごくいいとこだなと思ったから、丁寧なんだか電話を差し上げたんですけども。わかりました、逆にじゃあこちらの私どもの施設のお入りなさいとかお名前言っていただくことは可能ですか。はい、何回も言います。わかりました。こちらも5時までです。わかりました。ありがとうございます。いけたんですか。すげえな、この人。名前を何回も言ってくれって言ってました。一応宣伝してくれ、はい、軽井沢タリアセイさんが、はい、宣伝含めね、やっぱり、はい、何だったんですかね、あの雨。何だったんですかね。ねえ、いや、行きましょう、軽井沢タリアセンさんに。はい、タリアセン好きですか。軽井沢タリアセン、タリアセンに憧れですよ。あの人たちもタリアセン来るんだな。あ、みんなタリアセン狙いで。タリアセン狙い。あ、5時までってもうまだ30分しかない。本当だ、急がないと。でもパッとなんか1個くらいやって、はい、せっかくだから、はい、お野球やってますよ。こんなのやったら気持ちいいですね。いきなり行きません。石井さん投げにいきなり行きません。すごい、バッシンバッシン三振取って、みんなすごい大絶叫ですよね。石井さんが行ったら、そうですね、はい、もう取り合わせん、ここ、あ、本当だ、着いた。暴れる君じゃないよ。おい、その後輩だよ。暴れてやろうか本当に。澤部君だよ。今一番間違われたくないやつ。全然違うのにね。あ、ゲートゲート。あ、おしゃれだ。うわー、本当だ。軽井沢っぽい。ねえ。軽井沢のアクティビティスポット、軽井沢タリアセン。県内の塩沢湖では。様々な水上レジャーを楽しむことができ、その他にもゴーカートやファミリーゴルフなど楽しさがいっぱい詰まった家族連れに人気のレジャー施設です。たくさん遊びたい3人でしたが、20分という時間では一つが限界でした。もう5時になっちゃいましたよ。5時帰りましょう。行きましょう。もうじゃあ行ってるよ。もうちょっと待ってください。あと2分。一人足りやせよ、もう寂しすぎますって。なんでそんな一人カリカリしないでくださいね。置いてったろ、てめえら。思ってね、胸に手を当ててください。落ち着かせて、はい、大丈夫。足りやせんでは心は穏やかに。足りやせんでは心は穏やかに。どんな時も、どんな時も、雨降っても、雨降っても穏やかに行きましょう。穏やかに。カズくん、ショウちゃん大好き。カズくん、ショウちゃん大好き。行きましょう。すいません。なんだこれ。ふざけやがって。タリア線を出た一行は先ほど気になっていた野球場へ行ってみることに。やっぱりその笑顔になってもらいたいですから、いろんな人に。じゃあちょっと行ってみますか。野球場よ。こんにちは。こんにちは。石井和久ですよ。もう終わったんですか。もう終わったんですか。あら、そうか。投げてくださいよ。一勝負しないか、うちの和君と。ピッチャーは？エース。で、和君バッターで。うん。よし、勝負だ。すげえ、昨日は興奮してきた。何これ、ちょっとじゃあやりましょう。いいですか。やった。いや、わあ、すごい、みんな始まった。さあ、はい、それでは準備が整いました。今これ一応ね、ルール決まりました。設定は9回裏、カズくんチームが1点を追う場面。そして2アウトランナー3塁でカズくんに打順が回ってきたというもの。ランナーは澤部、間はなぜか敵チームの守備。果たして勝負の行方は。なぜそうなったんだろう。プレイボール。まさかね、サークルとは。あ、やっぱ早いわ。
ガチでやってるでしょ。ガチでやってます。ガチですね。これはいい思い出になるだろうね。サウスポツーはちょっとどうか。どうでしょう。お、ボール？ボールね。ツースリーだよ。ツースリー。よし勝負だ。初めは遊び半分だった。しかし気がつけば真剣に。絶対に無理だと思う。体操早いな。けれど今は違う。撮らせてもらったんですねこの感じ。ホームに帰りたい、ショートを守りたい、それぞれの思いを胸に最後の一球を迎える。ということで、内村さん、もう終わります。急に、ね、ジャムも、ジャムもらいました、届きまして、はい、で野球もね、はい、すいませんやっていただいて、まあ、全然大丈夫です。まあ、それよりあの僕事なんですけども、はい、ちょっとですね家の方に宅配が届きましてご不在通知になっちゃってるんで早く早くずーっとそればっかりです今日一日中ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。おしまいです。あれは食べ物あるのね。どっか勝手に行きたいって近場で。そうですよ。お肉食べたいって。そうです。なんで誘わないの。みんなで行くってのはどうなの。それもダメなの。遅いですね、まだ今のところ、はい、だからそれもアッコさんのスケジュールに合わせます。多分でもその日俺多分海外ロケか。多分イッテ Q のロケだった。本日は北海道福岡軽井沢わざわざ行きたい夏のポンコツ旅祭りを見てきました。一つ分かったことはですね、アッコさんと旅に行きたいというチャレンジャーの方こちらまでお待ちしております。お待ちしております。それでは皆さんさようなら。パッキャオとかしかいないじゃないですか。パッキャオとかないじゃないかよ。次回はむちゃくちゃな旅でおなじみ日村が登場。ピース綾部、ハライチ澤部、そして土田で結成。どっかに行こうドリームチームでノープランの旅に出かけます。ドリームメンバーによる最高にドリームな旅、こうご期待。大島そして信州プレミアム牛は脂の乗った高級サーロインをスモークするようにおよそ30分じっくりと熱を通して外はカリカリ中はジューシーに仕上げます。おいしい。やっぱよかった。よかったね。塩弁当ってね、よかったね。塩弁当で家族は味は語りたくない。おいしいの。歯応えが優しい。とにかくすごいおいしいから食べてください。おいしい。油が多めのところ食べたんですけど、うん、全然嫌な感じでさっぱりした、うんうん、美味しい脂、うん、一番の楽しみだったお肉が家族のおいしい家族おいしい信州の大地を踏んだような、引き締まったお肉です。
ほらね、すげえ降ってきた。わー、アクティビティやろうって言ってたじゃないですか。さっきまであれですよ、風までねえ、ジャム作り、ジャム作り見ますか、作らしてくれるんですかね。あ、わー、怖い。極め雨っていうのはちょっと恐ろしいもんですね。あー、もうダメだ、撤収、解散。もうダメです。なんで来たんだろう。突然の雨に見舞われてしまったため、3人はジャム作り体験ができるジャム工場へ行くことに。しっかりした綺麗な工場。サワヤジャムファクトリー。こちらの工場では1日に最大およそ9000本のジャムを製造。季節ごとに異なるジャムが生産され、今の時期はブルーベリージャムがピークを迎えています。もうすぐできちゃいますね。ここでまずはブルーベリーを測ります。 320g です。はい、測ります。新鮮なブルーベリーは白っぽいんですけれど、洗っていくと黒くなっていきますね。そうしましたら鍋に入れて、この時グラニュー糖も一緒に入れます。はあ、全部 85g。そして火をつけて、あとはお玉でぐるぐるかき混ぜる、はい、それだけですね。すごい。これでジャムなんすか。これ味が変わるってことありますか、そのやり方によって。変わります。あ、うまい。それがいい。ちょっと金子さんに誰が一番うまいか決めてもらいましょうよ。いいですよ。ほら、混ぜろってことなんですよ。あまり、マグロに手出さないで。プロですから。オリジナルがなくなっちゃうもん、ね。まあまあ、確かにそうですけど、プロがもうちょっと混ぜた方がいいっつってんですよ。味見してもらいましょうかね、この状態の。比べてください、マジで。じゃあ、何かじゃあ、2位から。そうですね、1位ちゃんとやりましょう。じゃあ2位を発表してください。それではお願いします。おお、翔ちゃん、ショック1位じゃないですか。2位なんだ。じゃあ1位は、1位は石井さん。これは普通にショックですね。大人だからね、引きずらないで仲良く行こう、この後。大人の女いるな。この後も家族で行きたい夏の軽井沢が続々登場。あ、暴れる君だ。暴れる君じゃないわ。ジャムが出来上がるまで近くで遊べる場所を探しましょう。塩沢湖はどうですか。いいですよ。はい、軽井沢タリアさんでございます。あ、すいません、今本を見たらすごい魅力的なところがあるななんて思ってて、そこにちょっと行きたいんですけども。あげてね。撮影とかってすることって可能ですか。こちらもあんまり変なとこ行きたくないんで、すごく言わなくていいよ。すごくいいとこだなと思ったから、丁寧な電話をしたからさせていただいたんですけども。あ、わかりました。逆にじゃあこちらの私どもの施設のお入りなさいとかお名前言っていただくことは可能ですか。はい、何回も言います。わかりました。じゃあお願い、こちらの5時までです。放送の説明をさせていただければ。わかりました。はい、ありがとうございます。いけたんすか。すげえな、この人。名前も何回も言ってくれって言ってました。一応宣伝してくれ、はい、軽井沢タリアセイさんが、はい、宣伝含めね、やっぱり、はい、何だったんですかね、あの雨は。何だったんですかね。ねえ、いや、行きましょう、軽井沢タリアセイさんに。はい、タリアセイ好きですか。軽井沢タリアセイタリアセイに憧れですよ。あの人たちもタリア戦来るんだな。あ、みんなタリア戦狙い。あ、5時まで行ってもまず30分しかない。あ、本当だ。急がないと。人
人足りやせよ、もう寂しすぎますなんでそんな一人カリカリしないでくださいね、置いてっとろてめえら思ってね、胸に手を当ててください、落ち着かせて、はい大丈夫、タリア戦では心は穏やかに、タリア戦では心は穏やかに、どんな時もどんな時も雨降っても雨降っても穏やかにいきましょう、穏やかに、カズくん翔ちゃん大好き、カズくん翔ちゃん大好き、オッケー、行きましょう、すいませんなんだこれふざけやがってタリア戦を出た一行は先ほど気になっていた野球場へ行ってみることに、やっぱりその笑顔になってもらいたいですから、いろんな人に、うん、じゃあちょっと行ってみますか、野球場よ、こんにちは、こんにちは、嘘、石井和久ですよ、もう終わったんですか、もう終わったんですか、あらそうか、投げてくださいよ、一勝負しないか、うちの家族とピッチャーはエースで、家族君バッターで、うん、よし勝負だすげえ、うわ興奮してきた何これ、ちょっとじゃあやりましょう、いいですか、やった、わすごい、みんな始まった、さあ、はい、それでは準備が整いました、今これ一応ねルール決まりました、はい、設定は9回裏、カズくんチーム、そして信州プレミアム牛は脂の乗った高級サーロインをスモークするようにおよそ30分じっくりと熱を通して、外はカリカリ中はジューシーに仕上げます、おいしい、やっぱよかった、よかったね、千代玄豚、よかったね、よかったね、千代玄豚で、家族は味は語りたくない、おいしいの歯応えが優しい、とにかくすごいおいしいから食べてください、おいしい、脂が多めのところ食べたんですけど、うん、全然嫌な感じで、さっぱりした、うんうん、美味しい脂、うん、一番の楽しみだったお肉がカズくんの、すいません美味しい、カズくん、おいしい新種の大地を踏んだような、引き締まったお肉でした、どうなの、すげえ出てきた、わアクティビティやろうって言ってたじゃないですかさっきまで、あれですよ、風までねえ、ジャム作り、ジャム作り見ますか、作らせてくれるんですかね、あ、わぁ、怖い、極め雨っていうのはちょっと恐ろしいもんですね、あもうダメだ、撤収解散、もうダメです、なんで来たんだろう、突然の雨に見舞われてしまったため、3人はジャム作り体験ができるジャム工場へ行くことに、楽しくね、いや行きましょう、軽井沢タリア戦さんに、はい、タリア戦好きですか、軽井沢タリア戦、タリア戦に憧れですよ、あの人たちもタリア戦来るんだな、あ、みんなタリア戦狙いで、みんなもタリア戦狙い、5時まで行ってもまず30分しかない、本当だ、急がないと、でもパッとなんか1個くらいやって、はい、せっかくだから、はい、お野球やってますよ、こんなのでやったら気持ちいいですね、いきなり行きません、石井さん投げにいきなり行きません、すごい、バッシンバッシン三振取って、みんなすごい大絶叫ですよね、石井、ね、さんが行ったら、そうですね、はい、もう取り合わせに、ここ、あ、本当だ、着いた、暴れる君じゃないよ、おい、暴れてやろうか、本当に澤部君だよ、今一番間違われたくないやつ、全然違うのにね、あ、ゲートゲート、あ、おしゃれだ、うわ本当だ、軽井沢っぽい、ねえ、
軽井沢のアクティビティスポット軽井沢刈谷線。園内の塩沢湖では様々な水上レジャーを楽しむことができ、その他にもゴーカートやファミリーゴルフなど楽しさがいっぱい詰まった家族連れに人気のレジャー施設です。たくさん遊びたい3人でしたが、20分という時間では一つが限界でした。もう5時になっちゃいましたよ。5時、帰りましょう。行きましょう。もうじゃあ行ってるよ。もうちょっと待ってください。あと2分。さあ、しっかりした綺麗な、こういうの。サマヤジャムファクトリー、こちらの工場では1日に最大およそ9000本のジャムを製造。季節ごとに異なるジャムが生産され、今の時期はブルーベリージャムがピークを迎えています。もうすぐできちゃいますね。ここでまずはブルーベリーを測ります。 320g です。はい、測ります。新鮮なブルーベリーは白っぽいんですけれど、洗っていくと白くなっていきますね。そうしましたら鍋に入れて、この時グラニュー糖も一緒に入れます。はあ、全部 85g。 そして火をつけて、あとはお玉でぐるぐるかき混ぜる、はい、それだけですね。すごい。これでジャムなんすか。これ味が変わるってことありますか、そのやり方によって。変わります。うまい。これがいい。ちょっと金子さんに誰が一番うまいか決めてもらいましょうよ。いいですよ。ほら、混ぜろってことなんですよ。あまり僕の手出さないでプロですから。オリジナルがなくなっちゃうもんね。まあまあ確かにそうですけど、プロがもうちょっと混ぜた方がいいっつってんですよ。味見してもらいましょうかね、この状態の。比べてください、マジで。じゃあ何回、じゃあ2位から1位。そうですね、1位ちゃんとやりましょう。じゃあ2位を発表してください。それではお願いします。おお、翔ちゃん、ショック1位じゃないですか。2位。2位なんだ。じゃあ1位は、1位は石井さん。これは普通にショックですね。大人だからね、引きずらないで仲良く行こう、この後。大人の女いるな。この後も家族で行きたい夏の軽井沢が続々登場。あ、暴れる君じゃ。暴れる君じゃないわ。ジャムが出来上がるまで近くで遊べる場所を探しましょう。塩沢湖はどうですか。いいですよ。はい、カリサタリアさんでございます。あ、すいません、今本を見たらすごい魅力的なところがあるななんて思ってて、そこにちょっと行きたいんですけども。あげてね。撮影とかって、することって可能ですか。こちらもあんまり変なとこ行きたくないんで、すごく言わなくていいよ、ね、すごくいいとこだなと思ったから、丁寧なんだから電話をさせていただいたんですけども。あ、わかりました。逆にじゃあこちらの私どもの施設のお入りなさいとかお名前言っていただくことは可能ですか。はい、何回も言います。わかりました。じゃあお願いします。こちらの5時までです。放送の時にやらせていただければ。わかりました。はい。ありがとうございます。いけたんですか。すげえな、この人。名前を何回も言ってくれって言ってました。はい、じゃあ宣伝してくれ、はい、軽井沢タリアセンさんが、はい、宣伝含めね、やっぱり、はい、何だったんですかね、あの雨。何だったんですかね。